はい、YouTube 始まりました。はい、急遽ね、ちょっと 暇やったというか、ゴールデンウィークだったんで、ちょっと投稿してみようかなと思いました。というわけでね、今回ちょっとやろうと思ったのが、これなんですよね。夜のペヤング。見えますかね。なんで夜なのかというと、このマカですね。マカが入ってんで、すごいいいと。はい。で、マカって一体何なんだと。でね、今あるんですけど、これはペルーのね、なんかそういうカブとかキャベツとかの、その、と同じ植物で、で、アンデスの女王って言われてるみたいですね。需要競争作用が強いことから、宇宙食の原料としても使われてるみたいですね。はい。というわけで、ちょっとこれをね、開けてみようかなという感じで。はい。なのでね、あんまり、その家で、こうやってね、食べる食レポっていうのはあんまないんですけどね、ちょっと今回ね、やってみようかなと思うんですけどね、これ普通に売ってんのかな？これ一応ドンキで何買ったんですけどね、箱買いで。ちょっとね、ちょっと調理していこうかなと思います。ね、唐辛子をちょっと入れてみました。はい。というわけで、ちょっとお湯をね、沸騰したお湯を注いでいきます。3分経ったかな。はい、これがペヤング夜のソース焼きそばです。まあね、どうなんですかね、見た目が。ちょっとね、いただきます。うん、うん、美味しいな。なんかどれがマカの味なんだっていうか、何がマカなんだっていう部分あるんですけど、普通の焼きそば、こういうなんかリンクというかブログがあるんですよね。この結構ガチな健康な体作りをするやつに対して、この夜のペヤングが発売されたので試しに食べてみようと思ってますとか書いてあるんですけど、なんかこれあんまり良くないみたいですね。なんでこの夜のペヤング焼きそばに限ってこうやって書いてんだろうなって思うんですけどね。逆に夜に食べるか、夜に食べようって思うから良くないんだろうね。時間的にもあると思うし、夜とか。そうだよね、夜って書いてたら夜食べたくなるもんね。まあリフトルからとか夜食がね、ダメっていうことなんです。というわけで今回ね、夜のね、ペヤング食べてみたんですけど、話は変わるんですけど、夜皆さんどうですか？まあ、そのどうですかっていうのも、まあね、そうやって急に言うのはあれなんですけど、まあそういう話じゃなくて、夜遊びの方ですよね。まあ僕らが住んどる岡山はもうなんか、いつだったかな、ちょっと前ぐらいに、まあだいぶ前か、もう政令指定都市になってしまって、そういうね、遊び場とか、その大人の社交場がね、すっごいね、厳しく、まあ、なってしまって、まあそれこそ6年前とか10年前ぐらいかな、まあここはなんかすごいやばいみたいな、なんか低価格でまあ行けてみたいないうね、そういう飲み屋とかなんかすごい楽しい場所があったんですけど、もう最近はねそういうのがなくて、でもう淡々とお酒を飲んだりとか、そのもうね、逆にそういう遊び場のクオリティがどんどん下がってるから、そのね、そこで働くキャストというかね、スタッフのレベルもめちゃめちゃ下がったりとか、よう聞くんですよね。なんかね、お客さんに上から目線とかね、なんかそういうのもあったりとか、逆にお客さんもそのね、そのスタッフの扱い方がわからないから、すごい手出すというかね、なんか殴ったりとか、そのね、嫌なこととかをしたりとか、よう聞くんですけどね。うん、
だからね、岡山ってこうやって政令指定都市になったけども、実際まあいい部分もあるけど、そのなんかね、人間っていうかね、そのどこでストレスを発散するかっていうのがね、そのまあ別に昼間でもあるかもしれないですけど、その特に夜が夜遊びが好きな人とか、どこでねストレス発散するんだっていう部分がねあると思うんですよね。やっぱお酒ばっか飲んどってもそれはね、まあええ人はええかもしれないですけど、お酒あってなんかね、そういうなんだろうな、なんかちょワンクッションないですけど、ワンね、もう一個なんか上のね遊び方っていうかね、いうのをね したいなと思ってるんですけど、そういうね場所がなくなってね、はい、まあね、そういうのが結構最近はあるんで、まあ僕も DJ なんですけどね、まあ、大阪とかそういうね広島とか、まあね、岩国とかいろいろ行ったりするんですけど、まあね、街の規模は違うんですけどね、やっぱ人がやっぱちゃいますね、キャラっていうか、そういうね、平日とかでもね、普通に飲みに歩いたりとかできるんで、まあ特に岡山とかもいろいろあるんですけど、そういうね、遊び場っていうか、まあバーとかもあるんですけど、ほとんど来る人がなんか岡山県外の人とかだったなんで、やっぱ岡山の人ってのは何なんだろうな、やっぱりゆっくりというか、もうそういう政令指導士になったから、もうね、もう家にいた方が楽しいんじゃねえかっていう感じになってんのかな、どうなのかな。あんまり僕もね、なんか最近僕も逆に僕もあんま最近ね面白いとこねえから、もう家ずっといようかなって思ったりもねするんですけど、はい、というわけでこのままでね、このままでいいのかなってすごい思いますね、この岡山の政令指定都市になった今。これからもね、もっとなんか多分どん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 、変わっていくかなとは思うんですけどね、はい。というわけで今回はちょっとね喋りすぎましたけど、はい、夜のペヤングということで、ちょっと夜に関係したことをね愚痴のように話をしましたね。ぜひね、また何かあればコメントとかくれたら、はい、というわけで皆さんゴールデンウィーク10連休ですけどね、まあ休みがない人とかおると思うんですけどね、しっかり働いて、でお給料ゲットして遊んで、で10連休の人はしっかり遊んで10連休後のね仕事を頑張ってください。というわけでね、今回こういう感じで終わりました。長くなりました。すいません。それではまた、スピチューブよろしくお願いします。それでこの動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思っても、グッドボタン。チャンネル登録もよろしく。